ックの桜井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回こちらのモデルハウスの特徴をお願いします。はい。こちらはのモデルハウスは名古屋市内の特徴である間口が狭くて奥行きがある土地に、広い空間を作るというところのコンセプトと大鳥建築の標準仕様をふんだんに使ったモデルハウスになりますのでぜひご覧ください。はい、では参加させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、すごく印象的だなと思ったのがこのまずガレージがついているところですね。はい、インナーの駐車場になっております。はい、インナーの駐車場にすることによって、はい、やっぱり雨の日とかの荷物の持ち運びとかがスムーズにすることができます。はい、そうですね、はい、憧れですよね、ガレージを持つって。そうですね、はい、奥の方にシャッターは設けずにもうオープンで、はい、そうですね、もうオープンのガレージになっておりますので、はい、本当に雨の避けるために作ってあるものになりますね。はい、桜井さん、ここの壁材と、はい、ここの正面の壁材が違うんですけど、はい、これはどういう違いなんですか？奥の白い壁が、サイディングとなっておりまして、はい、こちらの茶色い壁がベルアート、塗り壁になっております。塗り壁、はい、そうなんですね。これは色味は他にもたくさんある？他にもたくさん種類がございますね。はい、今回はこのような茶色を使っております。はい、でも白と茶色の組み合わせで、この茶色ちょっと優しい感じなので、そうですね、いいですね。はい、アースカラーですね。うんうん、はい、なんか飽きのこない、ちょっと長年経っても全然いい感じで楽しそうな組み合わせですね。はい、このスペースは何ですか？収納スペースになっておりまして、はい、使い方としては冬用のタイヤですとか、はい、あと今キャンプ用品とかお持ちの方も多いですので、はいはいはい、キャンプ用品などを置いていただくようなスペースになっております。はい、流行ってますよね、キャンプ。なるほど、じゃあここに棚とかを作って、はい、このタイヤを置いたり、はい、物を置いたり収納ができる。で、ここの壁でそれを隠してあげるっていうようなことですね。そうですね、道路からは壁がありますのでなるべく見えないようにさせていただいてます。はい、なるほど、いいですね、これぐらいのスペースで十分。はい、ここからじゃあ玄関の動線になっているということですね。はい、そうですね、車からもそのまま玄関に、はい、つながっている動線になります。雨に濡れているそのまま入れるんですね。はい、両手に荷物を持ちながらでも入れることができます。はい、もう一回アプローチ側から見てもいいですか？はい、車を使わない場合はここから来て。そうですね、ここ石がおしゃれに貼られている。はい、よくこういう外光を作られているんですか？お客様によってですけれども、うん、はい、こういった石を貼った外光も作らせていただいております。なんかこういうなんか無造作な感じがちょっとおしゃれです。そうですね、はい、おしゃれな、とってもなんか、はい、いいですね、両サイドにグリーンが。そうですね、植栽を抜けて玄関に入れるというのはすごく贅沢な空間かなと思います。なんか旅館的なちょっと高級な、ね、これはポストですか？はい、ポストと下に宅配ボックスをつけさせていただいております。なるほど、宅配の時でも大きな荷物はこっちに入れてもらえるものですね。はい、ここはじゃあちゃんと照明が出てる。そうです、はい、夜になったらちゃんとここで明るさが保たれる。あとはインターホンの隣に表札なんかをつけていただくようなスペースに、ね、こちらですね。あー、なるほど、いいですね、かわいい。あ、これも塗り材ですか？そうです、こちらも塗り壁になりますね。塗り壁、いいですね、サインカップ、おしゃれです。ここから玄関にですね、カードキーのロックになりますね。はい、はい、これはかざして開くっていう感じですか？そうです、かざしていただくと、はい、鍵が開くっていうものになります。なるほど、もう鍵穴ないんですね。鍵穴は基本的にはないですね。はい、押して鍵をかざしてみたいな感じですかね。はい、なるほ
ちょっとシステマチックです。はい、コンクリート敷きであのホールの方は付けらさせていただいております。ここと同じような仕上げですね。はい、こちら、ここ私の後ろにあるのが、こちらがシルクロークになりますね。すごい量入ります。はい、今まで結構高さがありますので、はい、しっかりとした量を入れることができます。そうですね、多分10足ぐらいここの一段で並べられるので、はい、まあ、100足入りそうな。そうですね、詰めていただければ入ってくると思います。まあ、そんなに作ってはなかなかないと思うんですけど、はい、あ、でもいいですね、なんか一段2段配布してしまってベビーカーの置いたりとか。そうですね、ベビーカーだとか、はい、あとはまあ土間でつながっておりますので、ちょっと汚れやすいものでも下に置いていただくことができます。そうですね、その外の掃除用とかも、そうですね、ここに置くこともできますね。はい、どうぞ洗ってください。はい、お邪魔します。まずその右手に見えているのがクロークになりますね。はい、ここは棚がない。そうです、はい、ハンガーパイプが付いておりますので、あのコートだとか冬の場合ですね、はい、かけていただくところになります。もう玄関でコートは脱いでいただいて、はい、あのリビングには持ち込まないというような形になります。はい、こちらどうぞ。はい、ここは、あ、こちらが主寝室になります。広さはどれくらいですか？大体6畳ほどの広さになっております。はい、6畳の広さにウォークインが3畳ですね。そうですね、大きめのクローゼットがあります。はい、あ、広いです。もう U の字でかけたりして置いたり。そうですね、もう付録になっておりますので、冬服なんかももう全てかけていただくような形になります。そうですね、なんか夏物と冬物を全部ここにしまっておいて、この衣替えがなんかいらなさそうな。そうですね、もうしまっていただくというよりもう見せるように、はい、かけておくというような作りですね。ここは何か仕切りとかは特にないですね。はい、ここはもう主寝室になりますので、収納の扉もつけずに、させていただいております。まあ、でもいらないですよね、主寝室ってご夫婦で。そうですね、奥様と旦那様しか入らないので、はいはい、基本は必要ないんだと思います。そうするとなんか部屋も広く感じますし。そうですね、いつもこもらなくていいと思います。あ、確かにそうですね、プライベート換気したいですね。はい、はい、では次こちらへどうぞ。ここにまた扉が、はい、廊下のところに収納を設けております。あ、横に広いです。あ、すごいです、私が両手届かないくらい。はい、結構広くて1畳タイプ の収納になっております。ハンガーパイプもついておりますので、まあ、コート玄関に入りきらなかった部分も入れることができますし、はいはいはい、下のところにボックスを置いていただいて収納をつけていただくことも可能です。はいはい、そうですね、確かに向こうにちょっとゴルフバッグとか背の高い収納をしてしまって、はい、こっちにこう取っているパターンも全然できますね。はい、あ、いいかもしれないです。階段を降りたらそのままコートを着て、はいはいはい、外に出ていくっていうことができますね。はい、そうですね、はい、主寝室からも近いですし。はい、お掃除用具とかここに入れるのもなんか良さそうですね。そうですね、掃除用具とかも置いていただくのにバッチリな場所だと思います。はい、すごい広い収納が、共有スペースがあるといいですよね。そうですね、では次こちらへどうぞ。はい、あ、こちらは子供部屋ですか？はい、こちらがお子様のお部屋になりますね。はい、可愛いキリンもいます。キリンも飼ってます。あやさです。こちらが子供室の収納ですね。はい、あ、奥行きが結構広いですね。そうですね、下に棚物を置いて、
ここにもかけてしまったという感じですね。はい、もう一人の子供の子様用としては十分なスペースだと思いますね。ここの動線ちょっと気になったんですけど、はい、さっきのやっぱりそうですよね、扉がこちらにあって、はい、こちらは扉が今2つついているんですけれども、はい、現状は1部屋という形でつながっております。はい、お子様が大きくなった時なのに、あの真ん中で区切っていただいて各部屋として使えるようにさせていただいてます。はい、ここのラインから壁ができる感じですね。そうですね、ここにちょうど壁が立ち上がるようになります。はい、あ、エアコンもじゃあちゃんと向こうに今1台なんですけど、はい、あちら側にも穴が、そうですね、こちら側にも穴をつけております。コンセントもちゃんと対象に、はい、ついてます。はい、喧嘩しないように2つも入れております。壁こっち側みたいな感じになってもいい。はい、ではこちらの方へどうぞ。2階に上がっていただくと、これだけの空間が広がっています。すごいなんかゆっくりしたり。ちなみに人気な床材はどちらになりますか？結構男性女性でご意見が分かれたりもするんですけれども、はいはい、やはり女性だとこういった薄い色の方が人気な方が多いですね。はいはい、確かに私も好みはこちらですかね。はい、北欧系って言われるようなものに合いますね。はい、あとは奥様の場合は掃除のしやすさで床を選ばれる方も見えますね。重要ですね。はい、薄い床だと結構髪の毛汚れが落ちてるのが目立ったり、はい、あ、色味が薄いとそうですね、逆に濃い床だとちょっとホコリが目立ったりとかするので、なるほど、はい、皆さん結構嬉しい悩みですけども、はい、悩まれるところですね。そうです、雰囲気とあとはお手入れしやすさをどちらも、はい、皆さんどちらも譲れないというのがほとんどですので確かに、はい、玄関に入れるというのはすごく贅沢な空間かなと思います。なんか旅館的な。こちらが階段下のトイレになりますね。そうですね。はい。やっぱり暗くなりがちなトイレですので、ちょっと明るいビタミンカラーのクロスを使っております。そうですね。ちょっとポップな感じになります。はい。トイレなんか元気が出る色いいですね。そうですね、朝からやっぱり元気になれる色になりますので。 これは何ですか？はい、ここが下が収納になっております。ちょっと待ってください。あ、なるほど、ここにトイレットペーパーの、はい、ストックをちょこちょこ、そうですね、しまうような感じですね。ですね、あの場所を取らない収納になります。うんうん、でも大きな窓もあるので換気が効きますね。はい、ちょっとだけ開けてみます。どうですかね、これが鍵に、はい、鍵で回していただくと開きます。視線が入らない今、はい、片板ガラスに、あ、そうですね、はい、まあ、トイレはそうなんですけど子供室も、うん、そうですね、この黒いアクセサリーすごい可愛いなって思いました。結構黄色に映えますよね、黒が入っていると、ね、はい、なんかマットの黒、本当に今すごい人気ですよね。そうですね、はい、かっこいいです。はい、
あとここの部分なんですけど、斜めになってますね。はい、ここがあの階段下のトイレになっておりますので、はいはい、少しこう斜めな天井になっております。うん、ただトイレになりますので、使っていただく分には、うんうん、不自由なく使っていただけると思います。そうですね、腰掛ける高さでもう全然十分なので、はい、全然邪魔にならないですね。はい、有効な使い方です。そうですね、はい、有効活用です。うん、続いてはお2階の方へどうぞ。メインの2階です。正面に見える扉がはい、トイレでございます。はい、正面、階段正面に、あ、明るい、いいですね、真っ白、はい、ここは真っ白ですね。あ、で、お手洗いが、そうです、こちらのトイレがタンクレスのトイレになっておりますので、はい、あの手洗い場を設けております。もしかしてこれ、こちら、あ、やっぱり収納がついてます。はい、下にもお掃除用の収納がついております。そうですね、これぐらいのところちょこちょこっとしまえるだけですごいすっきりできますね。そうですね、表に出ないって重要ですよね。うん、やっぱり見えないっていうのが重要ですね。はい、そしてすごい明るいですね。はい、こちらの窓が東側の窓になりますので、はいはい、今の時間光がすごく入ってきますね。うん、はい、私明るいトイレ好きなんです。気持ちがいいですよね。はい、うん、あ、次こちらでいいですか。はい、そうですね、あ、ここにお掃除用具とかたくさん入れられるわけですね。そうですね、お掃除用具ですとか、うんうん、はい、リビングからちょっと離れたところになりますので、はい、あまり使わないものとかも入れていただくことができます。うん、はい、はい、確かにここにあるだけで2階のパパッとお掃除したりとか。そうですね、ちょっとしたストック用品ここに入れられます。はい、入れられます。2階リビングになりますので、どうぞ。開けます。おー、明るい、かわいい、とってもかわいい、あ、ホクホク感じです。ここは広さどれぐらいですか。ここが約23畳ほどのリビング、 LDK になります。キッチンまで入れて。そうです、キッチンまで入れてですね。なんかいいですね、なんか白い中にこれがなんかすっかり張りが足りない感じで出てますね。うん、はい、やっぱりクロスが白なのでこういう針の色も映えますよね。はい、はい、そうですね。すごいなんか開放感を感じることが感じられますね。できます。あと特徴としてはやっぱり外から見ていただいた感覚ですと、はい、そこまでリビングが2階が広くないんじゃないのって思われる方も見えるんですけども、うん、2階に上がっていただくとこれだけの空間が広がっています。すごいなんかゆっくりゆったりな時間を楽しんで、うん、あとはこちらがですね、バルコニーの高さですね、壁の高さを上げておりますので、はい、目線が気にならないようにさせていただいております。ちょっと出てみてもいいですか。どうぞ。そうですね、目線が気にならないようにさせていただいてます。確かに私身長163センチぐらいなんですけど、全然お向かいさんの視線とか入らないですね。お隣さんもちゃんとシャットアウトされてる感じです。でも閉塞感はないですね、これぐらいの高さで。そうですね、はい、閉塞感は感じないです。やっぱり光が入ってまいりますので、はいはい、いいですね、バーベキューしたいです、ここで。あ、いいですね、はい、はい、バーベキューだとか友達で朝ごはんをここで食べていただくっていうのも気持ちがいいかなと思います。はい、それは贅沢な感じします、はい、いいですね、都会でお隣さんこうやって隣立っててもちゃんと守ってあげながら、うん、プライベート空間で、はい、贅沢な朝食、いいです。でもやりたいです。あ、ここでお洗濯物を見せるように、
持ってみてもこれだけ光が入るので、はい、すごくやっぱ明るいですよね。そうですね、それがまあ、あの2階リビングの魅力ではありますね、はい、そうですね、1階だとこの明るさは取れないですね。そうですね、どうしてもこう表彰間口になってくると1階に必ず玄関が必要になってまいりますので、はいはい、玄関の横ってなるとここまで光が取れないかなと思います。つながり感もあって、はい、さっき23時に聞いたんですけど、ここがあるとまた結構、ね、見えますね、はい、もう一体のリビングとして見ていただくことができますので、はい、このスパーも持ってみて、あ、どうぞ貸してみてください。これはとってもいいです。天井がそこは高くなってるのでいいですね。定数以上に開放感を感じていただけると思いますね。そうですね、はい、はい、先ほどのバルコニーで洗濯物を取り込んだものをとりあえずここに置いておくっていうこともできます。はい。はい。畳みながらテレビも見えます。はい、確かにいいですね、はい、ここ。ちょっと特等席です。はい、高い位置から見えますね。ちょっとしたお昼寝にも。そうですね。お子様のお昼寝スペースにもできますし。はい、天井高、そうです、ここが高くなっているのでここは全然圧迫感がないわけですね、はい、ここスキップフロアになるとあの天井がこう低くなってしまうこともあるんですけれども、はい、ここは吹き抜けになっておりますので、はい、圧迫感を感じないかと思います。そして何やら秘密基地のようなものが、はい、こちらにあります。はしごを上がっていただくと、はい、旦那様の趣味スペースになっております。何センチぐらいですか？ここで140センチですね。140センチ。ちょっとかがんでうろうろできるみたいな感じですね。はい、なるほど。あ、ここ眺めがいいです。全部入れます、はい。キッチンもダイニングもリビングも。趣味室っていうと結構旦那様とか男の方がこもりがちになる方が多いんですけれども。はいはい、盛りがちの方でもこのように空間がつながっておりますので、うん、家族の会話はなくならないっていうような作りになっておりますね。話し声は全然聞こえない。そうですね、はい、ご家族の話を聞きながら、まあ、趣味だとか、はいはい、ちょっとデスクワークとかができるような作りになっております。いいですね、秘密基地です、まさに。はい、今だとあのご自宅でリモートワークとかされる方もおりますので、はいはい、結構あの場所をどこにしたらいいかっていうお声も聞きますので、うん、はいはい、こういうスペースがあるとリモートワークも有利にできるのかなと思います。リビングで開いておくと、はい、そこでご飯も食べるし、そうですね、他の家族もしかしたら入ってきたりもするんですよね、はい、やっぱり切り替えができないという声も聞きますので、はいはい、こういったスペースが今後重要になってくるのかなと思いますね。個人的にはこのバッグが映ると皆さんに気になってしょうがないかと思いそうです。どんなお家なのって言われるかもしれないですね。やっぱりやってる。すごく眺めのいいところになります。いいですね、開放感、はい、ありがとうございます。小さなお子様とかも喜んでそのはしごを登ったり降りたりされますね。そうですね、はい、これは遊具ですね。そうですね、遊具になっちゃいます、はい、どうしても外に出歩けない時でもこういったちょっと、まあ、運動じゃないですけれども、はい、お子さんの遊び場としても楽しめるのかなと思います。そうですね、こちらがスキップフロアの下の空間になってくるんですけれども、
はい、かなり広々使っていただける空間になっております。そうですね、これぐらいであれば普通に歩き回れますし、はい、収納したい、例えば扇風機とか、あのなんか乾燥機、除湿機とか、季節物の家電とか、そうですね、はい、ここに入れられそうです、はい、あとはもうお子様が小さい時はここを遊び部屋として使っていただくこともできますし、はい、確かに、はい、お子様専用のスペースですね、はい、この高さは。ちょっと漫画なんかも置いていただいて、あの漫画喫茶のような雰囲気にいい、ね、していただいてもいいかなと思いますね。私それにします。あ、そういいですね、なるほど。あとは扉1枚で仕切られておりますので、はい、扉を閉めていただくと中がどれだけ散らかってても、そうですね、はい、全然わからないこんなに収納がある。本当になんか収納がたくさんありますね。そうですね、収納もたっぷりです。そうですね、もう本当にこの雰囲気、カフェのような雰囲気になっておりますので、あ、これはじゃあ既製品じゃなくて、そうです、ご自宅で作らさせていただいております。2階に上がっていただくと、これだけの空間が広がっています。すごいなんかゆっくり立ち上がったダイニングですね、はい、4人掛けぐらいのテーブルでこのサイズですね。そうです、4人掛けのテーブルですね。もうちょっと大きくても全然入りますか、ね、全然入ると思いますね、うん、この床材白を基調としておりまして、はい、なんか食器をこういう色にすると、はい、とても可愛らしい、ね、そうですね、色味が映えますね、はい、あとはこう椅子の種類を変えていただくとかしていただいても面白いかなと思いますね、うんうん、そうですね、このどの色でもマッチするような、はい、こちら側、そうですね、キッチンでございます。このキッチン広いですね。はい、コンロも三口。そうですね、三口のガスコンロを使っております。下にもグリルがついておりますし、収納もしっかり入っております。収納ちょっと開けてみますね、はい、あ、食器洗い洗浄機はこの下も収納になっております。大きいです。はい、ご家族 4,5 人分の、はい、食洗食器を、まあ、洗うことができますね、うん、いいですね、置き型だと結構な幅と取りますからね、はいはい、こういうように中に入っているとやっぱり見た目としてスッキリしてきますね、はい、ここちょっと高さが、そうですね、高くしておりますし、はい、上の作業台としても使うことができますので、はいはい、お料理の際に作業台として使っていただいてもいいですし、そうですね、ここからこうやって振り返るだけで、そうですね、できますね、はい、距離感程よいです。
あとはまあトースターであるとか、はい、ですね、を置いていただくスペースになりますね、はい、オーブンだとか。あ、ちゃんとじゃあコンセントも、はい、コンセントも、はい、設置しております。結構やっぱり調理家電って増えがちですよね。そうですね、はい、コンセントが足らないとかなることも多いので、はい、初めのうちにたくさんつけられる。そうですね、ちょっとチェックポイントです。はい、いいのかなと思います。ここはちょっと、はい、こちらは収納していただくというよりかはもう見せる収納、はい、飾っていただくような棚になっておりますので、うん、僕のような、まあ、リキュールだとか、うん、はい、コーヒーの豆挽くものとかですね、はい、趣味のものを飾っていただく空間になりますね。結構かわいい食器とか調理具とかってなんかしまうよりも、そうですね、出しておきたい食器なんだっていうものはここに置いていただくと、確かになんかお気に入りを1個ずつ増やすのがいいですよね。はい、このように、はい、まあ、壁の部分ですね、はい、タイルに今回もさせていただいております。そうですね、上まで綺麗にタイルが並んでいます。最初はちょっと気づかなかったんですけど、私を見てでもちゃんと見ると高級な雰囲気が出る、うん、タイルが並んでます。やっぱりこう素材感が出てまいりますし、うん、はい、そうですね、すべて同じ仕上げっていうよりもこういうちょっと質感違うものにだけで、はい、なんかデザイン性が上がってきますね、はい、かわいいです。カフェみたいです。そうですね、もう本当にこの雰囲気カフェのような雰囲気になっておりますので、うんうん、いいですね、カフェになった気分、はい、今回はこう白を入れていただいておりますけども、お好みによってはタイルでも濃い色などを入れていただいてもこう締まってくるかなと思いますね。かっこいい系のスタバとかそういった、そうですね、かっこいい系のものだったりします、はい、ちょっとナチュラルな感じですね、はい、すごいマッチしてます、はい、こう次、こちらのくぼみは、はい、こちらのくぼみが冷蔵庫のスペースになっております。なるほど、冷蔵庫そのままはスポット、はい、そうです、はい、奥行きを結構取ってありますので、はい、なるべく冷蔵庫が目立たないようにさせていただいておりますね、はい、そうですね、ここで、あ、なるほど、ここで食材を取ってここでそうです、ここで調理をして、作って、ここで焼いて、はい、そのまま出すという感じですね、はい、そうですね、ここで受け取れるような作りになっております、はいはい、この一直線いいですね。そうですね、動線もできるだけシンプルにさせていただいてます。無駄がないものので作られています。こちらはこちらがパントリースペースになっております。なるほど、じゃあ同じようにここにストックされている食材とかも取って冷蔵庫に取って、そうですね、はい、あ、いいですね、この場所にとってもいいです。冷蔵が必要なものは冷蔵庫に、はい、それ以外のもの、まあ、パスタとかは、はい、そちらのパントリーに入れていただくようなものになりますね。パンのものとか、缶詰のもの、はい、そうですね、造作で洗面の方は作らせていただいておりますので、はい、あ、このボールが、ボールとかもあ、これはじゃあ既製品じゃなくて、そうです、造作で作らさせていただいております。モールテックスという素材を使っております。あ、コンクリート調に見えるものですね、はいはい、そうですね、コンクリートっぽいんですけど、はい、なんか 軽さというか、はい、防水というかですね、はい、水自体もそんな染み込まないですので、はいはいはい、あ、じゃあお手入れも、お手入れも簡単ですね。拭いていただくだけで綺麗になります。いいですね。すごいシンプルで、でもなんかデザイン性が高い感じですね。ホテルのような設計ですね。そうですね、はい。はい。ここのちょっと厚めの、やっぱ三面鏡が収納ですね。あ、たくさん入ります。よいしょ。まあ、歯ブラシとかだけでなく、洗顔とか全部、ドライヤーとかも。全てここに入れられますね。そうですね、はい、下にも収納の
スペースを取っておりますので、まあ、下にあの入りきらないものは、はい、このカゴの中に入れていただくこともできますね。あ、そうですね。あ、はい、このカゴラタンとすごいありますね。かわいいです。ハムとかもここに並べておけば、ここも見せる収納です。そうですね、見せる収納ですね、はい、すっきりしていいですね。あとは横幅が結構広く取っておりますので、はい、まあ、2人並んでいただいても十分に使うことができます、うんうん、はい、そうですね。ここでちょっとした作業もできます、はい、朝の支度ですね、はい、まあ、歯磨きを隣でしているお隣で、まあ、メイクだとかしていただくことができますね。これですね、はい、これで面白いですね。これここにも扉がはいありますね。ちょっと開けてみます。あ、ここが洗濯機を置く場所ですね、はい、こちらが洗濯機スペースと脱衣スペースになっております、はい、なるほど。あ、ここに洗濯カゴと洗濯機を置いて、はい、お風呂場に入ると思うんですけど、考えたら、はい、あのよく洗面室と、はい、洗濯機って同じエリアにある、はい、そうですね、多いですよね、はい、ここ扉が、はい、今回はこの扉を1枚設けて、はい、洗面と脱衣場、うん、洗濯室を分けている作りになっております。これすごく私今いいと思いました、はい、洗濯機とか洗濯物って生活感が出るじゃないですか。そうですね。それをあの例えばお客さん来た時にお手洗い、はい、あの案内した時に、はい、やっぱ一緒になってると生活感見られる。そうです、ね、ちょっと気になる方多いと思うんですよ、はい、でここに扉一枚あると、はい、それを見せずに、はい、このホテルのような洗面台で、そうですね、手を洗っていただくことができますので、はい、ここはポイント高いです、うん、はい、どうしても洗濯機周りって洗剤であったりとか、はいはい、生活感が出てしまいますので、うんうんうん、なるべく隠しておくっていうような作りになってますね、はい、はい、あと一つポイントとしてはやはり洗濯室 と、はい、洗面が一緒になってますと、うんうん、お風呂に入っている時に洗面が使えないっていうトラブルも起こってまいりますので、はいはい、この一部屋があるだけでスムーズにこう生活することができるかなと思います ね、 そうですね。確かに閉めちゃってると歯が磨けないみたいな感じですよね。そうです、はい、確かに。お風呂出るまで洗面、はいはい、手洗いができないとかになってしまいますので、これだと本当に気にせず、ここはお風呂に使ってもらって、まあ、ここはお風呂場、誰かが入っていても、はい、ここだけ閉めればいいということですね。そうです。なるほど。この空間の使い方とっても気に入りました。いいですよね、いい、はい、はい、あ、で、ここがいや、お風呂場ですね。ここもちょっとナチュラルなベージュ系ですね、うん、窓も設けてありますので、まあ、光も入ってまいりますし、はい、そうですね、確かに明るいです、はい、ここは、はい、こちらは浴槽の乾燥機がついておりますので、はい、雨の時期なんか、はい、ちょっと朝までに乾かしたいなっていう時はこの乾燥機を使っていただいても便利かなと思います。梅雨時期とかジメジメしている時、そうですね、外に干せない時はここで乾かすことができますね、はい、あ、これいいですね。浴槽の蓋なんですよね、はい、それをちゃんと止める器具がついてます。あ、ちょっとこれ気になったんですけど、通話ってあるんですけど、はい、どこと通話するんですか。それがですね、キッチン側のもう一つのリモコンの方ですね、はい、あ、通話ができるようになっておりますので、キッチン側、はい、なのでお風呂に入っている時に例えばシャンプーがなくなったよとか、あ、はいはい、もしあったら呼び出されちゃうわけです。なるほど、なるほど、あ、はい、確かに考えるとあるあるですね。そうですよね、はい、はい、いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはリアルサイズというコンセプトのモデルハウスをご覧いただきました。細長い狭小地でも中に入っていただくと広い空間が広がっている、そんな住宅をイメージいたしました。2階にリビングを設けるという発想で、日の光がたくさん入るので、すごく明るい気分にさせてくれる空間だなと思います。
さらに、パパに嬉しい感じ、ママに嬉しい感動で、お子様に嬉しいホット空間というような家族全員が満足感を高く感じられる間取りなんじゃないかなと思います。 3LDK というと少し狭く感じていただけるかもしれませんが、ロフトがあり、畳コーナーがあり、秘密基地のような、そんな住宅になっております。この動画を見て、少しでも興味を持っていただいた方や、他の建物を見てみたいなと思う方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また、実際の見学会を希望される方、相談をしたいなと思う方は、ぜひ概要欄にあるホームページよりお問い合わせをお待ちしております。以上で本日の見学会を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。リアルハイ、あ、すいません、リアルサイズ、一回通してやっていいですか、ね、いかがでしたでしょうか。今回はリアルサイズのモデルハウスをご覧いただきました。表彰地である